株式会社バンダイは、全国展開のリサイクルショップチェーン、モズ書店の宮城県、北海道エリアを担当する企業。運営する5店舗は、年中無休24時間営業を実施しており、古着、テレビゲーム、CDDVD、トレーディングカード、おもちゃ、コミック、釣具、楽器、金プラチナ、金券などを取り扱っている。商品のほとんどは、 店頭での買い取りによるものである。当初は、モズ書店という店名で店舗を展開していたが、2007年に現在の名前に改名した。ただし、運営する一部店舗の看板には、モズ書店の表記が残されているのがある。宮城県一店舗目立った仙台本店には、オープン当初、アクションクラブという400坪ほどのアミューズメント施設が、店内に存在した。インターネット、カラオケ、 ビリヤード、卓球、アーケードゲーム数百台が設置されていた。100円15分で遊び放題という売り文句で、当初は実に画期的だった。これも珍しさから人気を博したが、付近の同様の施設の衰退を機に、古着、釣り具などの拡大とともに、店内から姿を消すことになる。2014年8月には、多賀城店でミニ四駆コースを常設。仙台仙店。 ありがとうございます。